皆さんこんにちは。2022年12月26日に中日がロッテの加藤拓磨捕手を金銭トレードで獲得することが決まりました。加藤拓磨捕手は2021年6月に中日からロッテにトレード移籍しており、そのため1年半ぶりの古巣復帰となっています。なぜ加藤拓磨選手は1年と半年という短期間で出戻りをしたのでしょうか。今回は加藤拓磨選手がわずか1年半で出戻りを決意した理由について紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずは加藤選手の経歴と戦績を振り返ってみましょう。加藤拓磨選手が野球を始めたのは飯南町立認可小学校2年生の時でした。同小学校は1学年の人数が5人という過疎状態で野球どころではありませんでしたが、町内4小学校合同で設立された飯南野球クラブに参加していました。松阪市立飯南中学校までは軟式野球で遊撃手と投手の兼任でした。同中学校も当時1学年50名、野球部員は7人という過疎状態にありました。その後一般入試で進学した地元の三重高等学校では当初は三塁手でしたが、1年夏の大会終了後に強肩を買われ捕手に転向しました。2年秋に正捕手に定着すると秋季三重県大会で優勝して東海大会に進みベスト4となりましたが、計6試合を盗塁阻止率10割で勝ち抜き注目を集めました。また打撃面でも打順9番ながら20打数9安打打率4割5割0厘チーム最多の7打点を挙げました。翌2010年の選抜大会に出場、初戦の今治西戦でも相手の盗塁機と3を全て刺す活躍を見せました。2回戦では山崎康明、松本剛、伊藤拓郎を擁する帝京高校と対戦して延長10回さよなら負け、帝京戦では巨盗塁1。同年夏の大会では三重県予選の準々決勝で小物に0-1で敗れますが、この大会でも全5試合をフル出場して盗塁阻止率10割を記録しました。その後進学した青山学院大学では1年秋からリーグ戦に出場、2014年プロ野球ドラフト会議にて中日ドラゴンズから5位指名を受け、11月16日に契約金3500万円年俸800万円で仮契約で入団をしました。ちなみに加藤拓磨選手は地元出身ということで中日ファンであり、年に2回は名古屋ドームに足を運んで試合観戦をしていたようで、入団会見では小さい頃からずっと応援していた憧れていたユニフォームに袖を通すことができてとても嬉しく思いますと喜びを語っていました。ここからは中日に移籍後の加藤拓磨選手の戦績について振り返ってみましょう。加藤拓磨選手は入団から4シーズンで1軍出場は5試合にとどまり、2018年は1軍昇格すらありませんでした。しかし2019年に首脳陣が大幅に入れ替わると、谷繁元信元捕手以来正捕手の固定ができなかったチーム事情に加え、センターラインを強化する過去の実績にとらわれず横一線で選手の能力を強化するという新首脳陣の方針によって加藤選手に白羽の矢が立ちます。前年度1軍出場なしながら大抜擢され、春季キャンプでは前年度1軍で捕手最多出場の松井正人選手を抑えて1軍キャンプに帯同、オープン戦でもチーム捕手最多の13試合に出場して盗塁死球盗塁阻止率6割と肩をアピールしました。また課題の一つとされた打撃についても打率2割9分2厘1本塁打3打点と結果を残し、自身初となる開幕1軍スタメンを勝ち取りました。3月29日の対横浜 DeNA ベイスターズ戦ではプロ初ヒットを記録、4月13日の対阪神タイガース戦ではプロ入り初の猛打賞を記録しました。その後もスタメンで起用され続け、シーズン中盤には2軍落ちもありましたが、最終的にはチーム捕手最多の92試合に出場しました。しかし打撃面の方は打率2割2分8厘本塁打0と課題を残す結果となりました。2020年は前年に続き2年連続の開幕1軍スタメンでのスタートとなりましたが、木下拓哉の台頭で次第に出場機会が減り29試合の出場に終わってしまいます。そして2021年、木下がレギュラー控え捕手として桂木織や石橋康太が起用されたことによりまたしても2軍暮らしが続き、2021年6月15日に加藤翔平とのトレードで千葉ロッテマリーンズに移籍することが発表されたのです。ロッテ移籍後はスタメンマスクを任せられることも多く、
プロ初アーチを含む2本塁打を記録しました。スタメン出場した試合の勝率はチーム全体の勝率を上回るなど、チームの躍進に貢献しました。しかし2022年は高卒1年目の松川幸の台頭と佐藤俊彦の併用起用が無視となったため、昨シーズンよりもマスクを被る機会が大きく減少しました。そして今オフ、無償トレードで捕手を求める中日ドラゴンズにわずか1年半で復帰することとなったのでした。これまで加藤拓磨選手の経歴や戦績について振り返ってみました。今回中日とのトレードはロッテで不調になった時期と被っているわけですが、一体何が決定的な要因となったのでしょうか。今から見ていきましょう。今回のトレードは野球協約105条に基づいて行われ、今オフに広島から巨人に移籍した長野久義外野手と同様のケースになります。加藤拓磨選手の今季の成績は24試合出場で打率1割1分1厘、通算では207試合出場で打率1割7分8厘、2本塁打、18打点。加藤選手は球界屈指の強肩を誇っており、その強肩は加藤バズーカと呼ばれています。遠投120メートルの地型の強さに加えて、二塁への送球タイムも 1.8 秒と早く、送球も正確です。また二塁送球時の球筋は糸を引くように直線的で低く、ほとんどお辞儀をしません。その強肩を見て2018年オフより中日のヘッドコーチに就任した伊藤勤はソフトバンクの会に匹敵するくらいの肩の強さの選手がいた。バッテリーコーチの中村武史は今まで見たプロ野球選手の中で肩は一番異次元、ボールから煙が出ていると評しています。中日は今オフ、桂と山下に戦力外通告し、 A. マルティネスが退団。今週のドラフト4位で山浅龍之介捕手を獲得しましたが、リーグ最小タイの捕手登録選手が6人しかいません。うち石橋はオフに右肘、左膝の手術を受けリハビリ中で、郡司も打撃優先で外野練習などを継続中です。2軍を含めた捕手層の強化の一環としてオフ3件目のトレードで捕手補強にこぎつけました。中日はすでに阿部俊樹と京田陽太のレギュラー内野手2人を放出するなど、このオフは積極的なトレードを断行していましたが、12月17日に地元局のテレビ番組に出演した立浪和義監督が、正捕手の木下拓也に次ぐ2番手となるキャッチャーが欲しいと考えていますねと発言し、かねてよりトレードでの捕手獲得を示唆していましたが、加藤選手の出戻りという形で実現することとなったのでした。このわずか1年半での出戻りトレードを受け、加藤選手は突然のことで驚いています。マリーンズでは約1年半と短い期間でしたが、昨年はプロに入って初めて優勝争いを経験させていただきました。トレードで移籍してきた際にみんな温かく迎え入れてくれて、すぐに馴染めました。今年は悔しい1年となりましたが、マリーンズの1年半は本当に充実していました。ファン、選手、首脳陣、マリーンズ関係者の皆様には感謝の気持ちしかありません。これからドラゴンズに戻ることになりますが、プロに入って優勝したことがありませんので、立浪監督を胴上げすることを目標に、その一つのピースになれるように頑張りたいと思いますとコメントしています。また中日の加藤博之球団代表は、捕手の充実が急務なチーム状況で、ロッテ球団の理解があって話がまとまりました。復帰する加藤捕手はドラゴンズ投手陣の力量などをよく把握していると思います。ロッテ球団およびパリーグで学んだことを生かしてくれると期待していますと説明しました。いかがでしたでしょうか。今回は中日が加藤拓磨選手をトレード獲得したことについて見てきました。決定的な決め手となったのは球界屈指を誇る強肩でしたが、中日は加藤選手がもともと自チームで活躍していただけに、その能力を誰よりも分かっていたのかもしれませんね。ロッテで落ち目だったこともあり、最高のタイミングを逃さなかった中日陣営はかなり効き目が良い球団と言えるでしょう。中日は新外国人としてメジャー通算41本塁打のアリスティデス・ハキーの外野手、2020年まで3年在籍したソイロ・アルモンテ外野手とオルランド・カリステ内野手を獲得するなど、積極的に戦力強化を行っています。断続的に続いた積極補強でストーブリーグを賑わせてきた立浪ドラゴンズですが、おそらくその積極補強もこれにて一旦打ち止めでしょう。完全体となった来季の中日ドラゴンズに注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。